お願いします。いきなり始まるかとか、自由。え、本日は、セミナー動画なんですけど、ちょっとゲストお招きしまして、えみチャンネルさん。エフォールリフォームチャンネルさん。エフォールリフォームチャンネルです。ちょっと、滑舌悪いな。エフォールリフォーム。はいはい。あの、ミオのだでお父さんの友人なんだよね。まあ、昔、もう15、1年ずっと、 付き合ってもらってます。で、まあ YouTube チャンネルを運営しとるってことなんだけど、はい、そのフォロワー何人だったっけ今、840人ですかね、現在。840人で、はい、その、うん、集客の数が何人って言ってたの今、月、まあホームページ経由なんですけど、基本的には。うん、まあ月15件から20件ぐらいですかね、新規のお問い合わせ。すごいよ YouTube 初めてから増えたの、はい、?YouTube、まあ YouTube 初めてすぐじゃないですけど、うん YouTube、ま、やって1年ぐらいして、うん、で、その時にホームページのリニューアルもちょうどしたんですよ。去年の10月に。うんうん、でそこから、まあ、ちょこちょこ増え出して、うん、1>, 1月2月ぐらいからですかね。現地調査行くと、うん、あの、YouTube 見たよっていうお客さんが増えたなっていう実感があって。はー。まあちょっといきなりちょっとこ、こ <laughs> の、あの、質問から入っちゃったけど。ははい。まあまあ本当にまあまず YouTube こうやってやられてて、はい。 まあ本当にじゃあ1年2年ところだまだやりやすい。そうですね。YouTube 自体はやり出して丸2年ぐらいですか、ね、2, 年 2>, 2年経たないぐらいですかね。で、これで、これだけの成果が上がってるっていうのを、うん、まあぜひこのセミナー動画で喋ってほしいってい。はい。まあお願いして。はい。まあ今日来てもらったんですけど。はい。じゃあ何から行こうかな。俺も質問何も作ってないであれなんだけど。<laughs> はい。まあまず YouTube やったきっかけって何なんですかああ、まあとあるちょっと経営社会入ってて。うん,うん。で、そのなんか、 その経営課題みたいなのをこう言ってく勉強会みたいなのがあるんですよ。経営課題。うん、はい。で、うん、まあ、同じような業種の、まあ、日本関係の人で、うん、あの、新規の集客ができんっていうのを課題に挙げてたんですよ。で、あ、全然違う人が発表しちゃった。そうですそうです。うん、で、新規集客ができないから、その事業が拡大していかんっていう、うん、っていう話をされてたんですよ。うん、で、まあ、同じ感覚だったんで、うん、ちょっと YouTube やってみませんみたいな話を僕から、 その,のその人に。そうそう、声かけて。で、もともとやってたの ?YouTube を。やってやってやってやすい、やってやい。そのもやってなくて。やってなくて、はい。一緒にやんないですかみたいな。そうですね。まあ、取り合いして、その一人だとやりにくいからって言って、うん、で、やり出したんですけど。一つのチャンネルを あ、別々です。別々で。別々でチャンネルを、あなんか一人で照れるから。そうそうそう。二人で取り合い。女子かは経営者が。うな。いや、まあ、一人とかで、僕も事業一人でやってるんで、なかなか結構、うん。やり方もある。事業い模したら一人と、今は、今は従業員一人、営業一人います。営業が一人おるんだ。じゃあ二人でやってんだ。そうですね。今、その YouTube やり始めた時は、現状一人。そうですね、はい。 まあ、仕事の内容は民間がメインだったの民間、まああと紹介もらっまあ民間も半分で、まああと b o b っていうか、まあ下請け下請け講師やってて、で、まあ一緒にやろうとなったと。はい。その一緒にやろうって言った人は結局すぐ挫折しちゃって、ああ、もうみんとか言って。で、まあ僕だけやって、とりあえずその、週1はアップしようっていうのを決めてたんですよ、その時は。せめて。なんかあの、YouTube やり始めた時にいろいろ調べたんですけど、 なんか1000人行く人が15%しかいないとか言って。もっと少ないチャンネル登録。少ないですかね。その当時はそう、そういう情報があって、まず続かんっていうのがほとんど。やっぱり途中でやめちゃうとかその労力成果出るまでに労力がかかるんで。っていうので、とりあえず続けようっていうことだけ決めて、それこそそうですよ。あの、塗り替え同士さんの動画見て多分、小林社長のあの、セミナー動画で、 なんかその、まず続けろみたいな。ああ。見て、た分んなってた。めっちゃ、めっちいめっちゃ、めった俺。一番苦手なこと言ってた。本当。はいはい。ああ、で、あの、とにかくやってあ、SNS の話をしたときにね。そうですそうです。ああ、で、この1000人からまた1万人って全然ハードルが全然違うから。はいはいはい。まなんか、ね、何十万のこと考えると、はい。1000人ってことがやっぱ。そうですそうでよ、千人前で。500人だとなんか、俺、終わってんのかなって思っちゃうから。ああ、確かに、はい。 ああ、そりゃそうだよね。でも SNS ってその、バイバイバイみたいな感じでしょ1 0人からバイバイバイ。あが1人。100人から二百人って全然違う二百人は全然違いますね。でしょで、2 0人からまた三百人でもう、全然違うでしょはい。伸び方がどんどん、そうですね。バみたいな、そうですね。感じになってくるでしょはい。で、今までじゃあ動画どれぐらい投稿してんの えっと、ショート入れて今164本っていう形です。ああ、ショート入れてはい。今これ、今ちょっと見てるんですけど、これね、iPad で。ああ。どんな動画を上げてん最初はその、現場動画うん。あ、それこそあの、うん。コマショウさん。動画でなんか話して、話してたのも聞いて、うん。なんかその動画撮り、現場に撮りに行ってみたいなことをやってたんですよ。ああ、うん。これ書いてあるね。工事申請。あ、そうです、そうです、そうです。うん。なんかそんな感じだったんですけど。あ、まあ、そこれ全部編集も自分でやってんの まあ、その時はそうですね。まあぶっちゃけうちの嫁さんにちょっとこんな作れみたいな。で、これ使っても。はい、です最初の頃は。はい。で、まあ、8月、9月ぐらいに始めて、11月ぐらいに一件、YouTube 見たら問い合わせがあったんですよ。あ、マジ ?2 ヶ月ぐらいで。それも、80人ぐらいの時です、登録者フォロワーが。はい。うん。そんな成果出るんだと思って。で、やっぱそこはモチベーションっていうか、あ、続けようってなって。 感じですね、でも結局そこからまあ1年ぐらいは全然 YouTube で問い合わせみたいなのはなかったんですよね。でまあやっぱホームページリニューアルしてっていうのがあるってですホームページリニューアルして PPC みたいなのかけてるのあの広告ホームページの広告があるじゃん。ああそうです。最初はホームページ最初やってたんですかそれリニューアルして最初の2か月3か月ぐらいは Google 広告ですかあれ使ってたんですけど問い合わせが来すぎちゃって。 断ってる状況だったんですよ。結局その時一人なんで。で、どれぐらいその金額かけたのい問い合わせ自体は月2月の段階で今年の26件来たんですよ。うん、あ、月に、はい、広告かけて。いくらぐらいかけてとそ、その時は5万ですね。月5万で月5万で。万でそんなにいいページやん <laughs> <laughs> そんな俺、なんか、<laughs> みんな、夢に見る、マジで <laughs> あ、これだ。 名古屋のリフォーム専門店。あ、そうですね。うん。あ、職人さんが。そうです、出てくれたって,て。あ、この子あるじゃないうち YouTube 出てくれた子じゃない。あ、そうです、そうですな。なんとかちゃんと知り合いみたいな。うん、あ、落ちもおるやあ、そうです、そうです。<laughs> <ソ>そうぞ。あー、なんか、良心的な感じの雰囲気出して、で、YouTube も貼って、そうですね。で、僕貼っとったんだ、はい。そう、リニューアルしたタイミングで入れてもらう風になったんですかそれがな、何月だって今年のえっと、リニューアルしたのは10月ですね、去年の。 で、そっから一気にバーン増えたんだ。そうですね。広告売って。広告って。万で。そうですね。で、2月の段階で26件、新規で問い合わせ。で、まあ対応できないじゃないですか。一人なんで。結局半分ぐらいは、すいませんってお断りして。あ、んで、何金額下げて今広告売ってるいや、もう広告売ってないんですけど、もう全く広告ゼロで、今月だいたいでも15件から20件ぐらい。マジ はい、新規の問い合わせで。あ、んで営業入れたんだ。うん、それは何,そ何がきっかけなのその、YouTube? やっぱり。集客です。うん。やっぱ一番は YouTube だと思います。で、あとめちゃくちゃ YouTube の効果で思ってるのが、うん。あの、高単価なんですよね。お客さんの。工事が。じゃあ、例えばえっと、今ちょっとこの先、先に、うん、画像出したんですけど。あ、これ後で資料もらえる結構高齢のお客さんなんですけど、う十、ん、83歳で。 うん、こ,うこうやって、あの、手すり結構ガッツリついたりするお。お風呂のやつだね。これが、えー、っとですね、洗面とお風呂入れて、うん。ま、180万ぐらいの工事おーおーこれも YouTube で、合い見積もりも一切なし。マジはいな。な、なんだろうこれ、やっぱ人柄なのが。でも、まあ、もちろんホームページは見とるよね、はいはい。で、結構、やっぱ YouTube 見られてるなって特にも。で、あと、こっちがもっとすごいんですけど、これ一回和室なんですけど、うん。和室に水回り作ってるんですよ。なんでなんでああ <laughs> 高齢のお母さんとあ<ー>あの同居したいってことで、水回りが2階に全部あったんで、1>, <ー>1階じゃないとその、毎回登り降りが大変じゃないですか。うん、で、生活の拠点を1階にしたいってことで、うん、こうやってその和室と洋室とかしかないんですけど、うん、全部水回り作ってっていう工事なんですよ。<ー>で、これも、まあ、ぶっちゃけ得ると、金トータル、えっと、税込みで730万ぐらいの工事も、 うん、これ、YouTube 見たってお客さんで、うん、あいみつもりも一切なし。それ、これ最近なのこれは6月に観光したやつちょっとその時、あの、美味しいもんた焼肉食べたでしょ。これ工事終わっておかさ食べた時は、<laughs> ちょっと頑張ったな、まあ、頑張ったなっていう感じはありますんで。<笑><笑>まあ、でもお客さんも喜んでもらってね。もちろん、はい。価格でね、はい、いい工事してあれば。まあ結局そうじゃん、大きいとこにあんまり頼みすぎて。 あ、そうですそ金額がやっぱ乗っかるんですよ、ね。万万1000万とかになっちゃうから。うんはい、ええ、すごいね。はい、ね、ほんで YouTube で、俺、ちょっと見ると、はい、今最近はこれね、商品とかの宣伝が多いのそうですね。あとまあ、そ商品が多いですね。その。な,なんで、その現場施工とかじゃなくて。いや、現場施工も全然いいんですけど、うん。なんかちょっと最近やり方がちょっと難しいなと思ってて。うんうんうん。最近お客さんめちゃくちゃ調べてくるんですよ、リフォーム。 うんうん。下手したら僕らよりも設備機器詳しいぐらい。ああ、てくるんでとか。そういうことか。とまた全然違うな。はい。キッチンのこのシンクだったら何がいいとか、腎臓大理石がいいとか、ステンレスはいいとか。うん。ああ、要は、あれもいろいろオプションみたいな感じでいろいろ変えれるんですかああ、変えれますキッチンの台があっての、はいはい。シンクはこれとか、そうです、そうです。あの、水の水道出すやつはこれとか。はい、そうです。で、その辺のその違いの説明みたいなのが、うん。 やると結構刺さる感じがするんですよね、お客さんに。あ、そういうことはい。<laughs> その、それ見積もり段階じゃなくて you で YouTube で。YouTube で。あ、それを話してるんだ。はい。あんでそれを調べてくる人が多いんだ。そう,そうです、<ー>そうです。多分そしたら多分リピートしてみてもらえるじゃないですか。<laughs> あ、<分>そういうことか。はい、あなるほどね。YouTube はやっぱ何じゃ再生数は一応追ってはおるんだ。 ああそうですね、ある程度は。もういいよって,って名古屋とかああいうので、あのホームページ見てくれて、はい、うちの会社の人柄とか人間性が分かればいいやっていうのを意識してるんじゃなくて。あまあ、それもまあ、意識してなくはないですけど、うんうん。なんかこう、なんか、なんていうんです勉強したい人が何回も見てくれるみたいなチャンネル。 なって最最近近おおいいねいいねいいね。そしたらなんかこう、勝手にこう、僕と何回も会ったみたいなのあの、何でしたっけ、マーケティング的にあの、ザイアンス効果ってやつ。ジャイアンス効果あの、何でしたっけ、単純接触。番から9番まで誰でもホームラン打てる単純接触効果かなんかって言って。接触頻度何回かこう、見てると、なんか三回以上こう、顔を合わせる人勝手に、 好意を持つみたいな。ああ、好意持ってくるるんだ俺もうちょっとかれとるはずだけどね、YouTube から調かそうですか。いやだけど、なんかやっぱ、親近感はね。あ、そうです、そうです。あ、それはやっぱ言ってもらえますね、結構。そうそう。俺もやっぱ YouTube やって一番効果って向こうは俺のこと知ってるから。あ、でも一回嬉しかったのはその、工事してて、うん。ま、一個建ての工事なんですけど、うん。5月ぐらいにやったやつで。うん。で、大工さん来て、 一緒にその荷物の搬入手伝ってたんですよ。向かいの家が、それ土曜日だったんで、向かいの家の中の木からこう、旦那さんみたいな人が出てきて、で、なんか、苦情言われるんかなと思ったんですけど、あれエフォールの梅沢さんですよねって言われて。YouTube 言ってました。えこれすごいね。やっぱ1 0 0人、900人で、ここまで来てた。あ、ちょっとじゃあ、の、せっかくいい話の間にちょっとあれですけど、ちょっと1年入れるんですけど、今度8月、9月か。 大阪来てくれるんだね。ああ、9月7日です。うん、あの、参加してくれるんで、はい、ぜひ、はい、まあね、いろんな質問もあって、あの、名刺交換っていう時間も咲いてるんで、ぜひ、あの、声かけて回るのもそうですけど、あ,<ー>あの、本当になんか、SNS 勉強会ってまさになんか、俺はこういう人が増えるとめっちゃ面白いなって。ああ<ー>。なんか SNS ってさ、やってても楽しいっていうかさ。そうですね、はい。でもしんどいよ、その繰り返しの勉強スポーツのゴルフと同じだよね。ああ<ー>。毎日毎日練習、クついクスに行くって、もう、<laughs> ってなるけど、やっぱ結果がついてきて、飛距離が伸びたり、まっすぐになって、面白くなってくるっていうかさ、なんか、仕事もよく似てるじゃん。コツ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 やって、そうですなんか、階段みたいな、俺よくビジネスや階段みたいなのって、なんか努力してる時ってさ、なんか努力はこういうふうじゃん。だけどなんか階段ってさ、なんかこう、結果ってね、ドンって上がる。なんかビジネスって。なんかわかりますわかります。なんかわかるでしょ。だけどみんななんかここでやめちゃうじゃん。 <あ>そうそう。だけど、努力ってこうだから、だから、これ、あれの時に全然こう、なんか、やって、るしてるんだけど、絶対的に努力って比例してるんだけど、ゴルフもそうだけど、ずっと努力しててもこうなんないから、結果はいはいはい。やめちゃうじゃん。 人って。階段めっちゃいい。分かりやすい。分かりやすい。スコーンって上がる時があるじゃん。あります、あります。ね、それが何回もあって、まあ、ゴルフの何でもそうだと思う、スポーツでも何でもそうだと思うんだけど、なんか、SNS って本当、まあ、ね、一回ちょっとやったとか、10回、20回投稿したでやめちゃう人ってほとんどだと思うんだけど、インスタでもそう、うちの社員もそう、投稿して、結果出るよまあ、今日もその話で朝起こったんだけど、まあ、広告費もっと使って広告打ちたいと。まあ横浜エリアが言い出して、でも遅延効果というか、その、継続的な、 集客と、その単発的な集客でチラシとかさ、メトとかってあるわけじゃん。で、じゃあ、継続的な集客活動で、お前らインスタ上げて何やるって一生懸命言っとったけど、一1ヶ月、2ヶ月でやめてるじゃん、と。あそうなんですね。そんなんで結果出たら、みんなやっとるもんね。そうですね。そうですね。やっぱ結果出るのは1年、2年半とか経った編集どれぐらいで頼んでるの外中外中ですね、今。ああ、な、今頼んでるんだ。そうですね。い。くらぐらい頼んでんの 一本一万五千円ぐらいですかね。あ、高っあ、そうなんですかこれ動画で使っていいんかな <laughs> いや、わかんないです。<laughs> いいのそっちはいいから。いや僕はいいですけど。いのいや、わかんないけど、どれぐらいのレベルで一万五千円かわかんないけど。まあ、これちょっと一つ、じゃあ最後に、はい、参考に、まあお、俺の中でアドバイスできたらなと思うんですけど、まあ、内容によるけど、何分の動画だいたい10分前後ぐらい,いですかね。かよねはい。いや、わかんないけど、うちの動画じゃいくらと思う。 結構長いじゃん。長いっすよね。20分、30分、ザラですよね。うん、ええ、でも。いいんかなその、のたりさんが編集してくれるけど、たり<ー>さんが、あの、<laughs> はい、いいならもうこれ使ってほしいけど、確かね。はい、確か、今で1万円か、1万5 0円、1万円スタートじゃねえかあそうなんですか。あ、みどりちゃん。編集って、スタート1万円。まあいいや、まあ、こうテロップ出しまえば、谷崎さんに <laughs>。よろしくで、 もうちょっと大変だったら言ってくださいって言って、カメラ2カメ3カメ撮って、はい。いや、紹介するよ。まあ、三崎さん受けてくれるかどうかわからないけど<ー>、まあ、紹介でもいいし、はい、いい仲間いっぱい持っとると思う。まあ、もうこれ人も、いや、うちからしたらもう最強にお兄からのことで、もう、だって俺、ノーあの、ノー、あの、指令だよ。ああ<ー>。撮ったやつボコンと開けて、あれだけのクオリティ持ってくるから。あ,<ー>であ。考えてここ使おう使わんっていうのを、全部ここで、<ー>ジャッジしてるから。 それは楽ですね。もう、で、なんでデータは送ってのああ、ええと、あの、ええと、何したっけ ?Google のあの、ああ、Google Drive。あ、そうです、そうです。うちも同じだね。あの、共有かけて。そうですね。いや、それもすんごい楽じゃない携帯で撮って、そこにフォルダに入れるだけでしょ。パあ僕パソコンでやってますね。パソコンで一応、タイトルがこれとかって考えて。ああ、じゃあ、タイトル編集まで全部、あ、タイトルまで全部入れてまとんだ。サムネも。サムネも入れ ってもらってますね。はい。ねタイトルも全部、あの、アップロまあうちもアップロードまでやってもらって、タイトルとサムネはこっちでやっとんだわ。データアップロードだけは、もう限定公開であげてもらって、こっちでチェックして、あげる作業、向こうでやってもらってるいや、上げるのはもう完全こっちですけど、そ初にんだああ。それめっちゃ楽だよ。で、限定公開で上げてくださいって言ったら、外で確認できるから。ああ、限定公開まではやってもらってます。ああ、そこまでは、あ向こうでやってもらってる。向こうからアップロード、あの、 YouTube の共有みたいなかけて。そうですね、はい。結構そこら辺の手間って楽だよね。そうですね。なんかさ、はい、ま、今後、YouTube 考えてる人とか、ま、あショートムービー、SNS とか考えてる人にさ、なんか俺は結構簡単だよって。うん、だって1万5千は俺は高い方だと思うけどな。<laughs> あそうですか。かどこ知り合いかなんか頼んだよ <laughs> それこそ、そのさっき言ってたあの、京都の宮リフォームさんっていう、ないな一緒に見てもらってるところに紹介してもらって、 あ,あじゃあ、あんまり俺も言えんね。で僕はその帰れないですけど、とりあえず、うん。いや、この内容で1万5000円だったら俺がやりたいな。あ <laughs> <laughs> そうですか。<laughs> <laughs> まあ、俺も合わんだろうけど、多分。そうですね。たぶん、ありさんどうなんだろう <laughs> テロップ、フルテロップじゃないでしょ。あ、でも、に近いですけどね、割と。まあまあ、あれですけど。まあ、1万5000円なら俺は割かし、ちょっと、 まあ、本数にももよるんんであ,、ね、あれかもしれんけど結構1万でちなみに俺は多分その谷崎さん見てるで分かると思うんだけど、はい、最初なんか本当に俺、まあ谷崎さんがどこの段階で俺も最初来たか分かんない。結構最初5、はい、6人とかさ、募集かけては、編集して、まあジムが管理しとったからさ、もともと俺編集もやっとったから。ああ、はい,はい、はい、でも本当にね、編集ってた確かに大変な作業。うち、はい、でスタッフ雇ったら、やっぱ2日で1本ぐらいしかようあげれんから。 ああ。2> 月2章とか、処刑費かかると30万以上かかるわけじゃん。はい,はいると。まあなかなか大変だから、あ<ー>まあ、それぐらいね、払うのは全然悪くないかな。はい。あ、そうそう、SNS 勉強会、ちょっとまだ、あの、わからない人に説明として、あ、いかんな、さっきちゃんと説明しきゃよかったな。あの、はい、今度8月に来てくれるんですけど、今、まあ、あの、今、全国で、あの、まあ、東京、大阪、名古屋、今度大阪で SNS 勉強会ってやってるんですけど、実際に俺含め、講師、二、はい、人、三人、今度4人か。 俺別で。だけど、はい、ここ3人は SNS やってる人と、ここコンサルの人が。ああ、そうですね。はい、うん。あの、安坂さんつって東京でも来てくれた人なんだけど、そう、はいう人がちょっと2、30分だけ喋ってくれるんだけど、結構盛りだくさんな内容で、うん、あの、オンライン参加もできます。でまあ、そ、うん、その辺は、ちょっとまたピーって出てるかもしれないですけど、あの、イベントに来る人は1万円だったかな。で、フル全部見れて、はい、オンラインの人は、その俺と2人の講師だけ見れるんかな。 俺の話だけは YouTube で生配信、ライブでしますんで、ぜひ興味ある人とか、まあどういうものかなって興味ある人は LINE オフィシャル、LINE の公式やってるあ、やってないです。あれいいんだよ。まあ俺もう今しっかり運用してこうと思った。LINE の公式で、まあそういう情報も随時配信していきますので、そこから申し込みとかいろんなこともできますんで、LINE 公式ぜひ登録よろしくお願いします。ちょっとじゃあ最後に。 はい。あの、SNS。はい。これから悩んでる人。はい。などへのアドバイス。アドバイスですか。ああ、まあ、えー、っと、まあ、まず第一に、うん、すぐやることですね。ああ、なるほどね。背が出るまでに、るんだよね。だから考えすぎて、なんか、そう動、ん、けないって人結構多い超対策を考え出すから、いはい。い難しく考えすぎてる感じはあるんで。そうだよね。えいやーでとりあえず携帯で撮っ,ちゃえばって、ま まあそのうち勝手にクオリティもある程度上がっていくるじゃないですか、やっぱり。そうだよね。下手くそなりに。うんうん、まずやること、すかね。うん、で、あと、も、ま、し、あ、ですから、ね、さっきの話で言うと、例えば、動画1本、1万円で外注さんで作ってくれるんだったら、月5本で5万円じゃないですか。うん、で、結構それが、なんか、払えみたいな感覚の人、の人いるんですけど。ああ、そうかそうか。うん、いや、それ以上のリターンは絶対、 絶対って言っていいぐらいあるとあるよね。最初からそれぐらいの金払ったのそれとももうテロップとか何にもなしでいいから。最初は、あ、なんでそう。一番最初は内部でやってたんだ。そうっす。でやってたんで。だけど結構あるよね。その、例えば5000円でテロップなしでいい、何なしでいいかってだけちょっと見てやってください。で、オープニングとエンディングだけつけてください。あ、待てて。4、5000円とか何もでもおると思う。最初から俺テロップなんか付き合必要ないと思うんだよな。ああ、はい。そうです。で、あとはまあ、あとはその、 なんていうんですかねやっぱ継続ですよね。うん。まあそうだよね。もう、意地でもここだけ。うん、例えば、なんですかねやっぱ半年一年はもう騙されたつもりで、やってほしいって感じですね。うんうん、ああ、なるほど。はい。まあこれだってさ、業種問わずだよね。ね絶対業種問わずだと思います。ってか、で<も>リフォームに関しては、うん、高単価のお客さんほど、うん、顔見えない人に発注しにくいと思うんですよね。ああ、なるほど。一般のお客さん。ああ、なるほど。なんで余計にその、 相性は特にリフォームに関してはいい,いま,あまあ、詳しい人、この知識持ってる人、はいね、商品知識ある人、やっぱこのリフォーム業が、プロっていうかね、そう相談したい人と思ってもらえるかどうかみたいな。 あ,あ、高単価になってくってすごい、ね。高単価。めちゃくちゃ単価上がりましたね、正直。俺も利用目やろうかな。<laughs> <laughs> 一番 <laughs> 塗装で。ね、まあ俺はまあなんかちょっと楽しんでやってるとこもあるけど、はい、結構やっぱうちもね、依頼は今、横浜だけでも結構来てるっていうし、<ー>こっちもね、YouTube、まあ、半分とまではいかんけど、はい、結構増えてきてるから。あ<ー>まあでもあの、YouTube 見てホームページみたいにね。 ああ、そうですね。うん、そういう経は多分あります、ね。そうそう。で、チラシ見てた人が YouTube にいて、ああ、じゃあちょっとここ興味あるなとか、うん。はい。えー、なんか最後に、じゃあ伝えたいこととか、なんか宣伝していきたいことありますか宣伝したいこ今度講師やってくれないじゃあ。名古屋の時。ああ、僕でいいんだって。僕でいいんですよ。僕でいいんですよ。こういうのが一番勉強になるじゃん。ああ、はい。だってさ、なんか本当にフォロワー増やすのが別に SNS じゃないじゃん。そうですね。まあ、SNS を活用してビジネスを成功させるのが。まあ多分ほとんどの人がそういう。 理由ですよね、多分ね。そうだよね。で、理解道場とかパーって見て、はい。あ、こんなフォロワー多いから無理やとか、こんなもんね、やれないわって。確かに。で、諦める人多いけど、いやいや、YouTuber じゃないからって。そうですね。まあ、俺はどっちかっていうとなんか YouTuber みたいなことやってるけど、はい。そこじゃないじゃん。そうですね。別に、YouTube で僕収益、1000になってないんで収益出ないですけど、そう、あ、そういうことか。そう、全然別にそれで、あ、そうかそうか、1000人だから、 そこでペイはできないってい集もあの、あ、広告費入ってこないんで、YouTube かなんすけど、まあ、それもあの、やっぱ、チラシ配るのやめたりとか。配ってたんすよ。ああ、そういうの。手配りとか。そうですね。あの、まあ、いろいろあって、広告宣伝費なんか、爆下がりしないでしょもう下がってますね。うん。まあ、そうだよね。PBC 広告もやらんでいい。そうですね。し、で、だって800人、900人だって年間20件あったら、まあ、相当たら、まあ。相当な数集客できてます。年間で今、パッと、 イメージで言うと、まあ、単月で、まあ、波はあると思うんだけど、はいはい、今のうちの YouTube の売り上げ効果ってどれぐらいで試算する年間で言うと。ううちの分ですか、うん、いや、ぶっちゃけ、その売り上げベースで言うと、うん、多分1億いくんじゃないかなって思ってますあ、このね、800人の YouTube チャンネルが、1億ぐらいの、はいはい、売り上げ作ると思います。は、あるよって思うわけだ。は,いはいはまあこれぐらいの規模がやっぱあるんで、 まあ業種がいろいろあるとは思うんすけど、はい、まあね、単価があれば利益率とかもいろんなことがあるから、はい、まあ一概には言えないと思うんですけど、ぜひ皆さん、あのね、あのー、悩まれてるなら、やっぱ成功していく上で SNS、だってさ、ね、PPC 広告って100円かけて Google にわざわざ他の人に店に行ってもらうんだけど、はい、YouTube 勝手に店に行ってくれるんだもんね。 インスタで勝手に見せに行くんよ。うすそうですね。これ面白いよ。これいいやつだよって検索したものに対して、勝手に見せに行ってくれて、はい。勝手にこれいいよっていいコンテンツあげれば、勝手にね、その向こうのアルゴリズムっていうのああいうものがさ、本当に発達してるから、はい。やっぱ本当に悩んでるものがピタッと合えば、はい。もう本当にどんなチャンネルちっちゃくても紹介してくれるから、そうですね。はい。でもそうだよね。はい。やっぱ再生数って全然違うでしょ。 再生数が違うっていうのはその、このコンテンツによって、あ、これすごい興味あるものなんだなあ。ああ、そうですね。わかります。お客さんにマッチしてるなっていう感じが、なんか、見てて、ニッチなとこ上げても、ありますちゃんとそこになんかヒットした人が入ってきてるなてあそうですね。結構ニッチな動画も見てくれたりしますお客さんも。そうだよね。はい、で、そこに対しては違う人が来て、コメントも全然違う人が送ってくるとか、な、はい、はい ありましたあるよね。僕、ちょっと一番ひどい動画、NG 客っていう動画上げてるんですよ。いやいやいや、NG 客。何さん NG 客あの、来てほしいお客さんみたいな。うちこういうお客さん、お断りしますみたいな動画上げてるんですよ。それどうだったのいや、あの、それ見てくれる人もいますよ。あの、お客さんとおやし、来て、現地調査行った時に、 うち大丈夫ですよねって。NG じゃないですよねいや、本当。ええ、面白そう。そういう人結構伸びたんじゃない再生も。いや、意外とそうでもないんすよ。あ、ここですね。あ、あなたは大丈夫。あこれ、こう、これサムネいいよね。あとこのだけど、写真載せたらあいや、なんか、最近ちょっとやめたんですその、なんか。逆にはい。なんでどいや、どっちがいいかわかんないですけどね、なんか。やっぱなんか、顔が映ってる方が。まあ、良さげだけど。まあ、こういう感じがいいよね。なんか、リアルっぽいし。あ、はい。 あ、この社、あ、そうそう。の、うん、この、宮古リフームさん。ームさんと。ここも YouTube やってんでしょそ、ここもフォロワー多いんだよね。1万8000人ぐらいですかね。ここもやっぱビジネスにすごい効果出てんだ。もう次100件ぐらい問い合わせ来るって言っね。マジはい。新規の問い合わせ。これ講師やってくれるって言ってんでしょあ、そうですね。またやりたいって言ってんでしょぜひまた、大阪の時に、はい。紹介しよう。はい。じゃあ、ちょっと、長々といろいろ喋って、あれですけど、リフォーム会社、リフォール。 エフォール。ああ、エフォール。エフォール。エフォル。エフォル。の、あ、長澤梅沢。梅沢。カスっとるやつ全部。すいません。梅沢くんに、え、お話聞かせていただきました。え、ぜひ、SNS 勉強会、ちょっとね、本当と盛り上げていきたいんで、もうゆくゆくは、はい。常時、はい。あの、オフライン百人、オンラインで二百人ぐらいの、 おー、すごいまあ来年中、まあ10回目ぐらいまでにしたいな。ちょっとおもろいやつがいっぱい入ってきてさ。で、こういうとこ来たら、名刺交換にもなるやんんて。おもろいやつがいっぱい多い。そうですね。情報が残る情報が、なればなと思ってるんで、ぜひ参加もよろしくお願いします。じゃいつもの慣れた。わかりますはい。じゃあ、これわかるよ。はい。せーの。まだ見れー。お、緑や緑やありがとうございます。